宗教の大人気神様、破壊神シバのエピソードがトラウマレベル。破壊神シバっていうのは、破壊と再生の神様で、踊りを本気で踊れば世界が滅びるんですよ。で、このシバ神っていうのがある時、サティっていう女神に恋をしてね、そのお父さんに結婚させてくださいって言いに行くんですよ。じゃあお父さんはあかんって、お前みたいなやつにうちの娘にあげられへんって言うわけですよ。じゃあこのサティめっちゃショック受けて、焼身自殺したんですよ。自分で火つけて。それ見たシバ、シバ怒ったらこの第三の目がパカーンって開いて、こっから灼熱出るんですよ。うわーってなって、うわーって踊り出したんですよ。で、世界が滅び出したんですよ。やばいやばいって別の偉い神様が、ごめん、シバシ、サティを生き返らせるからちょっと待ってなって言って、なぜかサティをこうナイフで切り刻み始めたんですよ。なんでこれ？バラバラの死体をパーンって世界中に飛ばしたんですよ。その破片全部がサティとなって生まれ変わったんです。何このボーナス？